外を明るくなりましたので、こうやって餌を集めたり、この瞬きの回数で仲間とコミュニケーションを取っているのではないかと考えられております。今日はですね、足早に心配生物のマコンについてお話しさせていただいております。マコンとしましては、心配生物はいろんな理由を持って光りながら生活をしている。餌を集めるため、生き物に期待するため、カフェを持つため、さまざまな理由を持ちながら光りながら生活をしている。それも反応はですね、こういうベルベル反応という化学反応で光っている。これもですね、ぜひ覚えていただきたいんですが、何気味でですね、よく目が光っているんじゃないかと言われるんですが、目の下に発光器を持っている。今日はですね、この中で一つでも覚えて頭の中に隅に入れていただければなと思います。簡単でありますが、以上でイベントにさせていただきます。お付き合いいただきましてありがとうございました。